欧州原子核研究機構は、スイスのジュネーブ郊外でフランスとの国境地帯に、またがって一致する、世界最大規模の素粒子物理学の研究所である。機構の名称は、欧州原子核研究機構設立協定において、英語で、ヨーロピアン・オーガニゼーション・フォー・ニュークリア・リサーチ、フランス語で、オーガニゼーション・エウロペイン・ネ・ボアーラ,ラ・シェール・シェイ・ニュークリジャーとされている。 日本語では、欧州原子核研究機構のほか、欧州合同原子核研究機構、欧州合同原子核研究機関、ヨーロッパ合同原子核研究機構、または、欧州原子核共同研究所などとも呼ばれる。また、研究内容が素粒子物理学を中心としていることから、別称として、ヨーロピアンラボラトリー法パーティクルフィジクスや、 ラボーラトワーユピンポアーラファジークでパーティクルが用いられることがある。日本語ではこれらの英語名、フランス語名に対応するヨーロッパ素粒子物理学研究所、欧州素粒子原子核研究機構などの通称もある。一般にはセルンと呼ばれる。セルンという名称は本機構の開設準備のために設けられた組織のフランス語名称であるコンセイユユピンポアーラ。 ラシェエルシェイ・ニュークリジャーの頭文字に由来する、当時語である。この組織は日本語では、研究所設立準備理事会とも意訳されるが、より畜語的に訳せば、欧州原子核研究理事会という意味である。この理事会は開設準備の役目を終えて、すでに解散しており、研究所の名称が決定しているにもかかわらず、その後も、セルンという呼称が用いられ続けている。 スイスのジュネーブ製法にあるスイスとフランスの国境をまたぐ地域に2つの研究地区といくつかの実験施設がある。地下には全周 27km の円形加速器、大型ハドロン衝突型加速器が国境を横断して設置されている。LHC は先行実験機である大型電子用電子加速器レップに接続する形で建造されている。 研究地区は、スイス側にメーラン地区、フランス側にプレバサン地区がある。これら研究地区の外に広がる地下実験施設の運用、及びそこへの出入りのために、主にフランス側に実験地区が点在している。加速器を用いた素粒子物理学及び原子核物理学の研究のほか、研究に必要な有用な技術の開発などを行っている。 電子用電子加速器実験、REP よび REP2 により、質量を持つゲージボゾンである Z ボゾン、W ボゾンの質量の測定および、電弱対称性の破れの精密測定を行った。この結果は素粒子標準模型の予言の正確さを示すと同時に、標準模型を超える物理の存在可能性を検証するための大きな指針として、現在の素粒子研究に役立っている。 日本時間2010年3月30日、LHC による加速機実験にて7手部での陽子衝突を初めて成功させた。以降、LHC は順調に統計をため、2011年12月13日、ヒックス粒子探索に関する経過発表をアトラス、CMS 検出機グループが合同で行った。 文献の検索及び連携のために考案された言語である HTML、インターネット通信のために定めた規則、ワールドワイドウェブ発祥の地としても知られる。この発明はいずれもイギリス人技術者、ティム・バーナーズリーによって考案された。当初、彼は各国に散らばっている実験者が瞬時に情報にアクセスできるように、しかも同時に多くのコンピュータ間で、 同じ情報が共有できるようにと願って、ウェブを開発したのであるが、彼のもたらした効果は、今やセルンのみにとどまらず、全世界に広がっている。セルンでは、研究の啓蒙活動の一環として、ガイドツアー、各種設備を直接手で触れることができる体験学習、展示会、教育者向けの各種トレーニングを模様している。建設中の LHC セルン名物の科学と、 技術革新を表した地球原子スピードセルンはメンバー国により運営、利用されているが、それ以外の国々からの利用も受け入れている。メンバー国オブザーバー国、団体オブザーバー国の位置づけは、その国を構成する団体から理事等の政治的な活動を行わなければならない人を受け入れないだけのことである。セルンの実験等に関する利用に関しては、 各国の研究機関との間で締結した協定に基づき受け入れを行っている。なお、EC やユネスコがオブザーバー参加しているのは公平中立性を確保するために EC 加盟国やユネスコ加盟国が不利な取扱いを受けないか国際条約に定められているところの危険な実験を行っていないかについての監査を行うためである。 非メンバーの利用国メンバー国の利用者数、ありがとうございます。